えー、おはようございます今あの、検察庁法の改正案、まあ、それについての、ねえー、ツイートが非常に話題になったりとかして、まあ、今週中に、ねまあえー、採決が図られる、まあ、そういうふうな予定になっているみたいなんですけども、まあ、この、ねえー、盛り上がりというか、その盛り上がりを、まあ、わきゃあ言うのはすごくわかるんですが、まあ、今回ね、非常に 芸能人の人も、えー、これについての批判とかね、そういうふうなツイートをしているわけですが、まあ、それがなぜ行われたのか、そのね、分析をする、もちろんこのね、盛り上がりは盛り上がりで盛り上げたらいいと思うんですが、なんで芸能人がこういうふうな発言をしたか、そのね、えー、分析をすること、それが、まあ、いわゆる、 安倍政権を倒すヒントがねおそらくその中に隠れてるんじゃないかなと個人的には思うので、まあ、なぜ今回非常にこんだけ芸能人の人がわわ言ったのか、まあ、もちろんね、えー、このコロスケ君で、まあ、時間ができたという、まあ、そんな単純な理由なのかもしれないし、まあ、何が理由かは分からんけれどもその、ね、分析することっていうのは非常に大事じゃないかなと思います。 まあ、ちなみにね、おそらく、えー、採決自体はやっぱり、えー、数でね、えー、与党側が足りないので、まあ、通してしまうのかな、通っちゃうのかなという危惧はしているんですが、まあ、それと並行してね、えー、そういうふうな分析をすることっていうのが非常に大事じゃないかなと思っております。ということで、またお願いします。